まず前回の、松谷戦を振り返っていただきたいんですが、良かったところどこですか？まあ、倒せるって分かったところもやし、まあ、試合慣れっていうのが完全になんか落ち着いてできたかなと思います。逆に修正すべきところというのはありましたでしょうか？その自分にパンチ力がないって思いすぎてて、まあ、最初は打ち合わなかったんですけど、まあ、なんかやってみるにつれて当たったら倒れるんだなっていうのが気づいたんで、自分のパンチ力のに気づかずにこの間はちょっと逃げちゃったんで、まあ、今回からはすぐ打ち合えるかなと思います。で今回まあタイトルマッチということなんですけど、決まった時の心境は、まあ、素直に嬉しかったです最初は、まあ、けど、まあ、絶対ここは勝たなあかんなと思うんで、まあ、勝ってすぐベルトを巻こうと思ってます。でそのチャンピオンの池田選手の印象はどうでしょうか？まあ、手足も長くて、まあ、普通に強いしあれなんですけど、すごい地味で、あれのチャンピオン、あのチャンピオンがクラッシュにおるのは僕はちょっと嫌なんで、俺が思い描くその理想の形には池田選手いらないんで、すぐチャンピオン変わろうと思います。まあ、今地味っていう、ね、表現、まあ、ちょっと結構辛口なコメントがありましたけど、これどういう理由でおっしゃってるんですか？いや、なんというか発言もやし、そのファイトスタイルは確かに53キロで倒す方やし面白いんですけど、そのなんていうかファン目線から見た時の花っていう花とかそういうものだったり、その見せ方っていうか、その言い方悪いですけど、その誰でもできそうな一般人っていう感じがしてて、けどまあ僕らは夢与えるのが仕事やし、誰でもできそうな人が誰でもなりそうじゃないですか。池田選手のあのチャンピオン像っていうか、今のチャンピオンの池田選手にやったら別に格闘技俺今からでも初めてもあんぐらいなれるんちゃうかなって思われると思うんですよ。そういうのじゃダメやと思うんで、憧れられてやっぱり夢与えないとダメだと思ってるんで、そんぐらいはっきりした形で倒せたらいいなと思います。ぶっちゃけ、まあ、そういう意味で地味で、まあ、強いタイプ、まあ、好きじゃないってことですか？まあそうですね、そのはい。非常に、まあ、やりにくそうな相手ですけども、倒せる自信はありますか？あります。1ラウンドでいけるかなって思ってます。今回タイトルマッチということで、そのクラッシュのベルトに対する思いをお聞かせください。まあ、今クラッシュに対するベルトの思いは、まあ、めちゃくちゃあるかって言われたらその特別なくて、僕はそのけどそのなんていうか言葉にするの難しいんですけど、今53キロにベルトがなくて K1 に、その K1 にベルトができない理由ってやっぱりそのスター性だったり、その選手の熱さだったり、そのやっぱ試合が見てて面白いか面白くないかとか、ファンのみんなが見たいかっていうのが一番だと思うんですよ。っていうので今のその池田チャンピオンやったり黒田選手やったりだけじゃやっぱ無理、今勝っていってる53キロのトップの人たちじゃまだベルトは作られないってほどなんで、俺が行って倒せること分かってくれたらベルト作ってくれるんじゃないかなと思うんで、はい。まあそういった意味でね、 K-1 のチャンピオンということで言うと、まあ、同門の椿木原選手、和島選手がベルトを巻く姿を見て、まあ、どんなふうに思ってますか？まあ、めちゃくちゃ嬉しいし、仲間が勝つのはほんまに心から嬉しいんですけど、嬉しい反面悔しさもあったり、一番近くで見てるからこそ一番最初に巻くのが自分じゃないのがすごい悔しかったし、けど、まあ、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、ほんまに悔しかったですね。まあ、今ね、ご自身のいるバンタム級も選手もどんどん増えてきている状況で、今回クラッシュのチャンピオンになってどうしていきたいですか？どんなチャンピオンになりたいですか？まあ、そのみんなが見たいと思うような、まあ、そんな感じです。みんなが
なりたいような、あいつの試合見たいと思うようなチャンピオンになりたいなと思います。それではファンの皆様にメッセージをお願いします。今回1ラウンドで圧倒的に倒してチャンピオンになるんで、僕、これからの俺に期待しててほしいなって思います。おっす。